こんにちは、札幌占い美容室早任せの後藤です。今回は、残留アルカリについてお話ししたいと思います。ちょっとこれはあくまでも例なのですが、例えばじゃあ今この紙に、14レベルのライトナーを塗ったとします。ライトナーを塗りました。あくまでも例ですよ。でライトナーを塗った後に明るくなりました。でシャンプー台に行きます。シャンプー台でシャンプーします。で戻ってきます。で、この状態にパーマをかけますって言った場合です。このカラーを、ライトナーカラーして流してきてからパーマをかけますっていう場合ですね。で、じゃあいつも使ってるパーマ液で OK と思って髪質を見て、あ、じゃあいつもと同じ、番号のカラー、パーマ液でっていう形で、パーマ液選択します。で、いざかけてみると予想よりかかりすぎてしまったりとか、なんかちょっと違い質感になったりすることが、ある場合があります。特にコスメ系だったり、システアミンを使っているパーマ液とかがよくありがちなことがあります。スピエラとかはそんなに影響しないと思うんですけど、結構ですね、例えばライトナーしてきました、ライトナーしました、シャンプーしますって戻ってきますって言っても、毛髪の内部の方にはのpH が少しアルカリに傾いてる可能性があります。完全に、全てきれいに毛髪の中まできれいに洗えてると僕は思わないので、じゃあ例えばですよ、じゃあこれに仮に今パーマをかける場合にアルカリが残留されてるっていう仮定した場合、同じパーマ液でいいでしょうか。今選択しようと思ったパーマ液で合ってますでしょうか。システアミンっていうのは pH 上げると結構暴走してしまったりとか、他の還元剤もそうなんですけど、この今のこの生の状態を考えた上での薬剤設定ですね。ですからじゃあちょっと1個弱いのでやってみようとかですね、今髪の状態が少しナイーブにアルカリに傾いている状態、例えばそう仮定できた場合、薬剤の設定が少し弱くしようとか、この髪、生の髪の状態に設定をするということが考えられると思うんですね。で、それを、あまり考えないで、薬剤の方を設定してしまうと自分の読みとちょっと外れてしまう場合があります。あんまりカラーをね、先にやる場合ってどうでしょうね。皆さんありますでしょうかね。僕はハイトーンにする場合とかは色と、トーンを上げることと色味と別で考えてやるんですけど、色は後で入れたりとか、トーンを上げるのは先にやったりすることもあるんですね。なんかパーマかけた後にあんまりこう高いアルカリでこうあんまりいじりたくないので、最初にちょっとやっちゃう時があります。で、pH 処理とかしていけば多少毛髪の状態も変わってくると思うんですが、そういうのしない状態で考えてもらって、これはあくまでも例なんで、なんでこの薬剤のパーマ液の設定っていうのは、最後に言いますが、この今の生の状態に対しての薬剤設定です。ですので今の髪の状態ですね、今つけようと思っている髪の状態はどういう状況であるかっていうのを頭の中でイメージをしてですね、実際それが合ってるか合ってないか分かんないですけど、イメージをして、今の髪の状態にこれをつけるとどうなるかっていうのを常に考えていけば、なるべく正しいゴールが、設定したゴールっていうのが、
なるべく最短で近づけるんではないかなと思います。結構薬剤ってね、ほんとちょっとその変えただけでかなり違うものに変わってしまったり、仕上がりもほんと変わってしまったりねするんで、もう一つですね、パーマーって結構長い時間じゃないですか、まあ、放置時間10分とか5分とか、まあ、だとしたとしても、中間水栓して乳液をつけるまでの間ってすごいあるんですよ。巻いてるところからつけ巻きした場合なんか特にそうですよね。つけ巻きしてから考えていくと、かなりそう考えると薬剤ってすごい一撃の、ね、タイムって長いわけですよ。ですのでその一撃タイムが長いんで結構髪が痛むんですね。特に治療系の薬剤だったりとか気をつけて使わないと長時間ね、その薬剤につけとくと髪が結構ですね傷んでしまったりするんで、まあその使う髪剤によってですね、まあどのぐらいの時間でかけれるのか、それによってじゃあどのパーマ液を使っていくのかっていうのを、例えば僕も忙しい時なんだりとか、サロンの営業自体の、まあ、お店の状況ですね、ちょっとこれはシャンプー台が開かないかなとか流す人がいないなとか、そういう場合はそれも踏まえた薬剤設定をします。薬剤設定ロット設定しますね。そうしないと仕上がりが変わってきたりするんで、それを踏まえた、まあ、この生の状態足すパーマ液イコール、仕上がりって形になるんで、まあ、カラーもそうですけどね、まあ、この生の状態を忘れてしまって、とりあえずいつもと同じ薬でってやられる方が非常に多いと思うんですね。ではなく、この状態足すこの薬イコール仕上がりって形、これを、希望の仕上がりっていうのをしっかり把握していければ、もうちょっとパーマのリピートだったり満足できる仕上がりが作れるんではないかなと思っております。またこのような、ためになるかどうかわかんないですけど、皆さんシェアとかしていただければ、また頑張ってやっていきますので、よろしくお願いいたします。はい、まあ結構同じようなやつ過去振り返るというか戻っていくと同じような動画、 Facebook もそうですけどこのような動画がたくさんあるんで、僕の Facebook のタイムラインだったり、あと YouTube の方とかも見ていただければ、まあ一つぐらいためになるやつあるんではないかなと思うんで、皆さん、いいねシェアよろしくお願いいたします。はい、今日もお疲れ様でした。